福山はハマチに教えるわけ。同じ右ピッチャーのね。ハマチに、プロ野球界生き残るにはどうするべきなのかっていうところを、しっかり教え込むわけ。で、宮西という左ピッチャー。もう偉大な左ピッチャーよ。見てくれ、この、784登板、409ホールドポイント。素晴らしいピッチャー。素晴らしい経験と素晴らしいピッチャー。その宮西というピッチャーが、この及川。ね。キリシキといったね、阪神の未来を背負う背負うね、左ピッチャーに教え込むわけよ。去年、今年とね、なんでオリックスが強くなったのか。その答えは簡単なのよね。能見さんが来たからなんよ。能見さんが来てね。宮城ここちゃうか？なんだっけな。なんかあったよな。右足ちゃうか？右足ちゃうか？みたいなあったよな。山本由伸とかさ、宮城くんとかにアドバイスしたわけよ。それをこの阪神でも実現する。宮西のアドバイス。およか、右足ちゃうか？ね？キリシキ、左足ちゃうか？何か足に問題抱えてる阪神のね、弱みが、ここに来てわかるわけよ。のピンチを迎えています。タイプは似てるかもな。いやいやいや、ちょっと待て。ちょっと広島寄りじゃない、審判。なんかこうやって見るとそうでもないんだけどな。こうやって見るとそうでもないんだけど、プロ野球スピリッツさんが用意してくれたね、この、四角い枠。四角い枠ベースだとめちゃくちゃ外れてるんよな。まあそうですね。ああ、まあでもまあまあ、これもストライクがだからまあいいわ。審判がおかしいだけだ。ああ、まあある意味武器はあれ玉なんかな。ストライクじゃないって。おいおい。おかしくないか今日の審判。まあこっちもいい思いさせてもらってるからなんとも言えないけどさ。大丈夫俺もツイッター追われたろこんなもん。行ってこい早く。ファン少な。嘘。ファン少なくない？今気づいたけど。ライトスタンドガラガラなんだけど。え？そんな？なんだこれ。なんか順位に基づいてんのか？もしかして。めちゃくちゃガラガラなんだけど。里崎さん、ここまで文句なしの投球で来ていますが、カーブに限ってそれはないだろう。理想的なピッチングで2球目打ちました。これはショートライナー。強かろうか弱かろうが、カーブが好きなのが広島県民じゃねえの。